ねえ、パパーあ。どうしたの一緒に穴開けようよ。穴うん。水風船の先っぽに穴開けるの。そんなもん楽しくねえだらけえ、だってパパだって水風船持ってるでしょえ、水風船うん。昨日パパとママの部屋に入ったらベッドの上に水風船があったんだよ。お前それ水風船じゃねえよ。え、水風船じゃないのまさか座ってないよな。それにも穴開けちゃったよ。え ねえパパー。んどうしたのママって大変だよね。なんでだよだって僕を9ヶ月間もお腹の中で運んでくれてたんでしょそうだな。でもパパも大変だったんだぞ。ええ、パパ何もしてないじゃん。頑張ってくれたのはママだけだよ。何言ってんだよ。ママは9ヶ月かもしんないけど、パパはお前のこと20年間も運んだんだぞ。え<あ>ねえパパー。んどうしたの僕と遊んでよ。今忙しいから後でな。え、僕暇だよね。僕と遊んでね。僕と遊んで。今運転中だろ。お家帰ったらたくさん遊ぼうぜ。へえー。 なんだこれねえパパこのジュース飲んでもいいああ飲みなさいおいしいかおいお前 <laughs> パパこれ苦いよそれは飲んじゃダメだってなんでそれはママと夜飲む予定だったのに<え>お前とりあえず今日は部屋から出るなよパ,パパ僕なんかおかしくなってきた大丈夫かよお前パパパー <laughs> ねえ、パパ、許してくれた許すわけねえだろ本ほんとに学校揃ってどういうことだよ先生から連絡があったんだぞパパとして恥ずかしいよパパだってちっちゃい頃悪いことしてたでしょそらしたら。え、どんなことしてたのパパはな、学校でお酒も飲んだし、トイレでタバコも吸ったし、友達の顔面も殴ったし、机も壊してやった。パパすごいあとパパ少年院にも入ってたぞ。おお、すげえ。あとそれとそれと、校長の妻とも寝たんだぜ。えあ。 ねえ、パパ。どうしたのド M って何なんだよ、お前、いきなり。今日担任の先生にド M だねって言われたの。マジかよ、お前。どういう意味か教えてよね、教えて教えて。<laughs> ド M っていうのはな、辛いことも楽しめる人のこと言うの。ええー、パパってド M なのパパもド M だぜ。えー、ママはママもド M だよ。ええー。でもママはベッドでドイスだけどな。え <laughs> あ。 ねえ、パパーあ。どうしたの明日から修学旅行行くんだよ。修学旅行か懐かしいな。うん、でもね、持ち物がいっぱいありすぎて準備できないよ。持ち物か。うん、しおりも持っていかないといけないし、水筒や雨具もあるんだよ。何言ってんだよ、そんなもんいらねえよ。えほら、お前はこれだけ持っとけいいんだよ。何これお前にはパパと同じ過ちをしてほしくないんだよ。過ちだって俺この年でまだじいちゃんになりたくねえもん。えあ